東京都渋谷区恵比寿で会議をしています橋本しか橋本です。今下の小臼歯になりますが、そこの部分の虫歯と古いアマルガムの金属を除去の処置を行っています。麻酔をせずにこの金属を除去していきます。金属を削るということは金属自身は感覚がないわけです。ですから削っても痛くないということがお分かりいただけますでしょうか。簡単なことです。しかし周りの歯、ここは神経生きている歯ですから、ここを削れば当然痛いところが出てきます。つまりそれは悪いことではなく歯が生きているからです。当然のことです。そして拡大し顕微鏡でこのように鮮明に確認しながら行います。こちらは吸引のゴムがついていますが、ここに水分を吸収し吸い上げ、そして削りカスも同時に吸い込んでいきます。歯と金属の境目は慎重に除去していきます。そしてこの歯の下は虫歯になっていますので、これも除去していきます。このように古い詰めるものの下にはこのように虫歯が取り残されているのです。しかしそれが悪く影響するかということも 100% ではありません。このように少しずつ境目、天然の歯を残すために金属だけを少しずつ削り、今取れました。そうすると中もこのように虫歯が残っています。つまり世界中の歯科医が虫歯を全部ゼロにして詰めている歯というのはないわけです。なぜなら取れたという確認の方法がないのです。ご覧のように黒さは分かりますが、虫歯菌が皆さんご覧になれるでしょうか。歯科医も人間、患者さんも人間、同じような目線で見たときに見えているでしょうか。そしてこの溝の中に残った取り残しの虫歯を今除去していきます。麻酔は一切いりません。少しずつ丁寧に進めていきます。痛いのを我慢するというのではなく、麻酔をしないということは痛いことをしないということです。そこに大きな意味の違いがあります。このように昔の虫歯の取り残しが溝状に残っています。ですからその時に麻酔をして大きく削ってしまっては、おそらく神経まで増達する可能性があります。そしてここにも亀裂みたいなものが入っています。